ぜ子供は勉強してほしいのに勉強してくれないのかって話なんですけど、そもそも子供にとっては学校というのは必死に勉強してくるところ、で親のあなた自身だって会社というのは必死に仕事をしてくるところじゃないですか。で2つは双方ね全く違うものなんだけど、まあ、疲れるじゃないですか。会社も疲れるし学校も疲れるところなんですよ。勉強して疲れる、仕事して疲れる。だけど子供にとって学校から帰ってきてですよ、それでガラガラガラってただいまって言うのに勉強しろってあなた自身は言うわけじゃないですか。だけど子供ははいって言った後に部屋で何してるかといえば、まあ、遊んでたりするわけですよ。で親がガラガラガラって開けた時のみに、まあ、ノートをね取り出して勉強してふりをする。これなんでかっていうと、親のあなた自身が会社で必死になって働いてる、で疲れて帰ってくるじゃないですか家に。で帰ってきてこうやってね寝そべって、でテレビをポチってつける、でアハハハって笑う。この状況、ものすごいだらけた状態をあなた自身のさらに上である親の人が、そんなにだらけてないで本とか読んで知識つけてスキル磨けなさいって言われたら、あなた自身どう思いますか。会社で疲れてるんだよ、休ませてくれよって思いませんか。でこの状況が子供で、子供が必死に学校で勉強して疲れてるって状況と同じなんですよ。だからこそ、もし子供に本気で勉強してほしいと思ってるのであれば、まずあなた自身が本とか読んでスキルを磨くっていう姿勢を見せることによって、あなた自身の子供も、まあ、勉強してスキルを磨いてくれると思うので、やってみてください。それでは。